はい、ジェルさんです。はい、ジェルさんです。ジェルさんが2人です。ジェルさん2人です。ジェルさん2人です。よっしゃ、六国混んでかな。六国はいつも混んでます。駐車場じゃない。なんか違うね。うん。これも、あ、これも違う。基本時間。これは？お店？違うか。止められるとこがないんだけど。そうだね。廃墟だ、廃墟。のマジだ。面白そう。どこに止める？あ、ここに駐車場あんじゃん。これ駐車場なの？これ駐車場だよ、これ。あ、これそうなんだ。うん、これ駐車場。ほんと。ジェルさん、ナイス、ミッケ。オッケー。じゃあ行こう。見てみる？え？じゃあ見てみる？見てみる？生痛い。生ない。そうそう、まな痛いって。まな痛いって。まな痛い。生板マラカナイケに。あ、あれ、あ、でもあれいけんじゃない。増えていくの。あそこ見らんところ曲がれんじゃない。ちょっと道あんの、あれ。だって道なかったら家作れないし。いや、そうだけどさ。もう草でボーボーなってるとかさ。まあでもとりあえず行ってみる。寒くない？寒い。あ、うちジャンパーあるけど。あ、大丈夫だよ。大丈夫、うん。生痛い池いわくは今からゼルさんが考えてくれます。いや、考えません。考えません。俺が考えちゃダメ。そうなの、うん、なんでもよくね。何でもいいみたい。あれ、なんだろうね。どれ、この建物ね。あー、なんだろうね。なんだろう、なんかの施設かな。寒いね、結構寒いね、今日は。冷てぇ、うん。あ、これいけんじゃん、道路。いける、ほんとだ。道路ある、道路。あら、もうゼルさん見っけちゃったわ、これ。寒い。これは寒いね。これは。これは縛るわ。縛れるわ。ほんと縛れるわ。ほら、もう行ってらっしゃい。やっぱり突っ切ってはいけない。これ道あるよ、これ。違う、絶対違う、こんなの獣道で。え、だってちょっとないじゃん、ここから。あそこからまず行けないで、あそこまで行けても。ちょっと突っ込んでみぐるわ。マジで。いや、ちょっと待ってて。あれ？ゼルさん？こっちから行けるよ。これ、あれじゃないの？え？うん、行ける。これ、あの有名な料亭ふるさとじゃない？有名なとこじゃない？うん。ちょっと行ってきていい？待ってる？車の中にいる？どっちがいい？待ってる？
ちょっと待ってね。これ車庫で、車庫じゃんこれ。こっち全然臭ないし。あ、マジだ。あ、これマジやん。あれ。嘘でしょ。じゃん。